そば湯の入った、湯ト湯ユト読みは、日本語における熟語の変則的な読み方の一つ。漢字二字の熟語の上の字を訓として、下の字を音として読む、湯トのような熟語の読みの総称である。講義では、漢字二字のみに限らず前半を、訓読みで後半を、音読みで読むものをも言う。原則として、規範的な読み方ではないとされるが、現代の日本語においては、 漢語と和語が結合した今種語も日常語として深く浸透しており慣用になっているものも少なくない。これに対して上の字が音読みで下の字が訓読みのものを重箱読みという。例えば朝晩、雨具などがある。意外なところでは豚肉、油井などが挙げられる。これらの語は純然たる漢語ではなく和語と漢語との今種語なので。 読み方もそうなるのは当然と言える。和語の部分を漢字で表記したに過ぎない。これまでに発見されている最古の湯糖読みは万葉集から間接的に読み取ることができる手紙だと言われている。なお、湯うとは湯や酒を注ぐための容器のことである。現代日本では懐石料理と蕎麦屋くらいでしか使われないが、近代以前には一般的なものであった。 該当項目内に関連記述があるものは CF にて突起する。また、本来は音読みをする単語であるが、同じ分野で用いる、同音異義語や似た音の言葉が存在するため、あえて慣用で誘導読みを行う事例もある。以下が代表例である。以下は当て字であることがはっきりしているものや、漢字の選ばれ方に語義との脈絡が乏しく、当て字の性格が強いものの例。 当て字の結果、たまたまゆとう読みに見える形になったケースである。考察にあたって日本語のご生成を論じる必要がなく、単に当て字の当て方を論ずればこと足りるという点で、典型的なゆとう読みとは異質である。ありがとうございます。